まるっとカリッとサクサク。おはようございます。今日は朝です。とにかく今から朝ごはんを作りたいと思います。これでいいの？いつも思うんだけど、こんな感じで大丈夫ですか？なんかね、カメラをどこに置くのが正解なのかって、これ2回目なんですけど、なかなか難しいなと思ってます。じゃあまず本並さんのご飯を作っていきます。本並さんは朝はパンとご飯だったらパン派なので、パンを焼きます。でいつも我が家のパンはその時によって変わるんですよ。今日はこれ早熟5枚切り、なんか切り方でもあるじゃないですか。 細切りみたいなやつと、あと分厚残しみたいな、なんかそういうのがあるんで、結構我が家も分厚残しの分厚切りのやつがいいんだけど、ちょっとこれはまだ5枚切りだからあれだね、そんなに厚くない。でトーストを焼いてる間に卵と、これは厚切りベーコンですね。ブロックベーコンってやつ、半分残ってました。ベーコンを切ります。これぐらいかな、これぐらいなんです。そんなに厚くは切らない、まあ2枚ぐらい。普段本並さんはあんまりそんなに大変なこと言わないんで、本当だったらパンだけでいいっていうぐらいなんですよ。でも一応パン以外にも栄養をとってほしいので、今日は目玉焼きとベーコン、たまにはオムレツだったりなんかそういうのとかでやってますけど、卵料理でなんかこれっていうのがあればちょっと教えてほしいな。なんか今やっぱり卵の料理でこれしかないの、目玉焼きとオムレツしかないんですよ。なんか他にみんなどうやってやってるのかなと思って気になってます。で火をつけます。でまた出ました、この我が家の愛用オリーブオイル。 2.7 キロ入ってるからすごい使えますよ。これコストコでしかも3つ入りなのよ。まあ、持ってくるの大変なんで、手首が本当にこうなりますけど、こういうふうに持ったらこうなっちゃうかもだけど、とにかくこれはすごいおすすめです。今割れました、ほら。パンになっちゃったよ。じゃあ一応これで火も見るとこっちになってんのかな、こんな感じ。あ、これもひっくり返せないわ。ここのなんか生のところがすごい嫌なんです。それで、パンも焼き上がったらね、お皿に盛り付けます。じゃーん、お皿をこれにします。これ結構気に入ってます。なんか物を真ん中に置くときになんかバーってすごい仲間がいるみたいな感じになるのでこれにしてます。チー、焼けました。ちょっと焦げた。で、バーガーにも盛ります。名前聞いてください。こんな風になりました。このままこうやってポンってやったら飛ばせるぐらいの薄さです。出来上がりました。すみません。はい、こちらで完成です。パンと目玉焼きとベーコンとヤクルトと牛乳とホットコーヒーになります。本当はここにヨーグルトとかサラダとかつけたいんですけど、あんまり食べないというのでこれにしてます。じゃあ朝も今日は食べてください。よろしくお願いします。まるっとカリッと。はい、じゃあこれ見てください。私の次は朝食を作ります。はい、これはオーブンメイクといって鈴木啓太さんのプロテインです。これは鈴木啓太さんがワルドの音楽堂に遊びに来てくれた時に自分が開発したというプロテインを紹介してくれました。
菌にすごいいいだって。なんかあのお腹の中に住んでる菌がすごい何頭もいるらしくて、それはあれです、あの確認してください。なんかちょっと私もあんまり聞いたんですけど詳細が難しかったので、気になる人は鈴木啓太さんに聞いてみてください。でこのプロテインをあの入れます。本当は4杯入れるんだけど、私4杯だとちょっと多いんで2杯にしてます。こういう本当にギリギリの限界ギリギリの線で入れますよ。なんかさ、本並さんがさ、聞いて、なんか本並さん、あと一杯入れます。なんかさ、こうやってビデオ回しますとかって言うときにさ、私やっぱさ、なんか本並さんって言っちゃうんだけど、普段もケンケンって呼んでるんだけど、なんか本並様って言うね。やめて、そういう言い方するの。なんはい、言って言って。完成です。これは私の朝食です。これを飲みます。あとは我が家に猫がいるので、あ、じゃあ猫がいる、ごめんなさい、猫じゃなくて、なんだっけ、犬がいるので、あのスモモちゃんと犬がいます。で、あと実家に2匹と猫は実家に2匹いるんですけど、このご飯を作りたいと思います。このロイヤルカナンという、そしてこの消化器サポートというのを使ってます。でこれはあの中型犬の用なんですけど、この中型犬用と小型犬用のやつも我が家にも置いてます。なんかその時のワンちゃんの顔色を見て、大きいの粒が食べたいかな、小さい粒が食べたいかなということで、どちらがいいかなっていう顔で見ています。小さい粒と大きい粒を今日は混ぜてみたいと思います。でここにじゃーん、これはさっきのロイヤルカナンの消化器サポートの缶詰で、これをちょっと上に乗せてあげます。はい、出来上がりました。こんな感じになります。じゃあスモモちゃんに召し上がってもらいたいと思います。スモちゃんどうですか、美味しいですか。美味しいね、美味しい。ゆっくり食べてください、ゆっくり食べてください。可愛い子ですね。はい、こんな感じで朝の朝食を作りました。まるっとカリッと。はい、お昼です。先ほど朝ご飯作ってから、なんだかんだで何してたっけな、あのスモモちゃんのお散歩したりとか、あと雨がすごい降ってきたんで、なんかね、洗濯物を本並さんが干してくれたんですけど、それを急いで入れて中に今干してますけどね。なんかそんな感じでやってたら、もうとうとう早々昼になりましたよ。でなおかつ本並さんがもういません、もう仕事行っちゃって今いなくて、私は今日は午後からなので、ちょっといつもより遅い時間からなので、お昼を作りたいと思います。何食べようかなと思って。で、焼きそばにします。今日買い物も行ってないんで、あるもので作らなきゃいけないんですけど、で卵スープとちょっと焼きそばにします。卵スープはもう一人前用なんで、めちゃくちゃ超水少なめ、適当です。もう自分のご飯はいつも適当、多分みんなそうだろうな。で丸鶏ガラスープ入れます。これももうね、何カップとか何スプーンとかじゃないですよ、適当。丸鶏スープともうごま油最後ぶっかけて、で卵入れたら卵スープですね。でこれが豚バラ肉です。で豚バラ肉ともやしとでいいかな、今日はの焼きそばで、我が家はあの焼きそばをこのまま炒めるんじゃなくて、一回この電子レンジでちょっと温めるんですよ。そうするとこれ結構早い、あの硬いからなんかお酒入れたりとか水入れたりとかしてほぐさなきゃだけど、もう電子レンジでふやけた麺をそのまま入れてっていう感じなんで、めっちゃ楽です。
あ、ちくしょう、冷麺もあった。ちくしょう、冷麺にすればよかった。うわ、冷麺食べたかった。はい、って思ったら、なんかえのきがあった。で、もやしがありましたね。まず、この豚バラ肉を、これさ、炒めながらってなかなか難しいんで、あ、チンになった。で、豚バラって多分こうほどかないとさ、なんか固まっちゃって、良くないですよね。なんか硬くなっちゃうっていうかさ、だから、ね、私結構これこだわりなんだけど、こうほどいて炒める。どうですか、豚バラもさ、絶対それそうしてって思ってるよ。こういうふうに考えたらさ、豚バラだってさ、丸められてるけど、絶対このままじゃ嫌だってなってますよね。これで、まあ、豚バラ肉開きを今8枚ぐらい。じゃあもやしを入れます。もやしは半分、またこれ半分取っとく。で、次はえのきを入れます。全部白だ、今日ほぼほぼ白だ。なんていうの、入ってる具材が白。はい、これで炒めて、で、麺を入れて出来上がりです。お酒を入れます。でもめんどくさいんで、もう卵はこのまま入れちゃいます。あ、このままでも殻は入れますよ、もちろん。殻を割って、ぐちゃぐちゃぐちゃってやんないで、もう中で入れちゃおうか。卵を割り入れます。よっしゃ。こんな感じ。そう、もやしとえのきと豚バラ。で、これに、好みソースを、まず、この、入れました。これでもう、これでちょっとこう混ぜて、ちょっとこっちに味付けたの。粉だけだと、ちょっと混ざりづらいので。で、先ほど、はい。チンをした麺です。こういう感じ。なんか、結構柔らかくなるんですよ。だからもうこれをもう、カチカチじゃないから、これをもうこのままぶっ込んで。それで最後に、この、見て、見事にこの粉ソース。全部入れちゃいます。しょっぱめが好きなの、形炒めて出来上がりもできた。よっしゃ、できました。完成です。豚バラもやしえのき焼きそばと卵スープです。いただきます。じゃあまず卵スープから。うまっ。適当に作ってるやつの方が美味しいんだよね、多分。何なんですかね、いつも思うんだよね。こう適当に作ってさ、自分一人だからさ、もう何でもいいじゃないですか。だからそういうのとかがさ、なんかなんでこんな気合い入れて作った時の方がうまいのも食べれない、美味しいもの作れないのかなって思う。これちょっと悩み。うまっ、うまっ、おいしい。焼きそばってこれ誰が考えたんだろう、こんなおいしいのね、思う。ごちそうさまでした。じゃあ私も今から準備して仕事に行ってきたいと思います。バイバイ。手のひらバイバイ、手のひらバイバイ。